本のレジェンド中村俊輔、大谷翔平って何がすごいのか打ち明ける。日本サッカー界のレジェンドで現在は横浜 FC のコーチを務める元サッカー日本代表の中村俊輔氏が大谷翔平って何がすごいのかという素朴な疑問を打ち明けた。食事もカロリーを全部計算して毎日遊びにも行かずタバコもお酒もやらないできちっとメンタルも整えてそれを研ぎ澄ませたのが大谷選手なのかな。もともと規格違いなんだろうけど自分はあそこまでいけていないからその感覚がないんだよね。サイズがあって素早くて全部持っている感じ、でももともとセンスがあっていろんなことを吸収しようとして真面目に取り組めば大谷選手のようになれた選手ってこれまでにも何人かいたと思うんだよねと語ったという。中村俊輔もすごかったと思うけどね。欧州で活躍する日本人選手がまだまだ少ない時代にセルキックでしっかり活躍してファンデルサール相手にも直接 FK 叩き込んでたし、でも大谷は規格外かも。野球あんま知らないけど大谷がヤバいってことは知ってる。大谷翔平はセルフマネジメント能力が規格外に高いという前提がある。あれを真似しようとする人はまずいない。だからこそ素材が優秀でも残念な末路をたどる人が後を絶たない。努力し続けられることが才能だし、努力は人を裏切らないの典型。もちろん恵まれた体格というのもあるけど、それを含めての才能でしょ。いるじゃないクリスティアーノ・ロナウド、彼も日々節制して食事に気を使い酒タバコ遊びをやらず炭酸飲料も飲まず1年365日24時間絶えずサッカーに対して向上心を持ち今も現役。クリスティアーノ・ロナウドがタプーを入れない理由は献血できなくなるからっていうのも素晴らしいと思います。大谷ももちろんすごいし、努力を惜しまないタイプだと思うけど、スポーツ界で一番ストイックで意識高いのはさすがにロナウドでしょうね。素材が規格外は一理あるけどこれまでの努力を他の人が経験したら多分数年も継続できないレベルだと思う。